はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、口のゆがみをですね解消していく方法ということでお届けしたいと思います。はい、まあね、このね動画はですね、質問いただいた内容で、お答えしていこうと思うんですけども、なんか最近ね、この口角が下がってきた、口が歪んできたっていう方がね問い合わせあったんですけども、その方はね、こう歯ぎしりをねされるらしいんですよ。寝てる時に歯ぎしりをして、この口が歪んできて、こう硬くなってきてるんで、なんか改善方法ないですか、解消方法ないですかっていうことでお問い合わせいただきました。本当にありがとうございます。で、このね歯ぎしりっていうのもね、自分では気づかないんですよね。どこで寝てる方に言われたりとか、あと歯医者さんで、この歯の、ね、写真を撮った時に、なんかこうすり減ってるように伺えますとかですね、そういう言われてる方もおられるかもしれないんで、この歯ぎしりがですね、歯ぎしりによってですね、この口が歪むことがありえますので、ぜひね、ちょっと口の歪みが気になる方はですね、この動画を見ていただけたらと思います。はい、でですね、やっぱ口の歪みっていうのはですね、この口角だけの問題だけではなくてですね、先ほども言いました、その歯ぎしりとかですね、片噛み、片方だけで噛んでしまうとかによってですね、口が歪んでしまうんですよ。で、この口が歪む原因としてですね、この僕が今押さえてる筋肉、この咬筋っていうですね、筋肉が、こっちが硬くなって、こっちが普通の状態、こっちが硬くて、こっちが普通の状態とかですね、両方硬くなっている時もあり得ることなんで、根本的にですね、ちょっと直していこうっていうですね、方法をお届けしたいと思います。はい、でですね、今日はですね、まあ、お届けする内容としてはですね、この咬筋の筋肉を緩めていくことと、この口の周りですね、この口輪筋の筋肉ですね、口の周りの筋肉と、あとこの頭の横ですね、この側頭筋という筋肉があるんですけども、ここもですね、この噛み締めることによって、ここの筋肉をかなりこう使っている方がおられます。なので歯ぎしりがしている方とかはですね、結構頭痛が出やすいっていう方もですね、こう共通してあるんで、この3つをですね、やっていきたいと思います。で、まずね、いつも使ってるですね、この炭酸接待スプレー、こちらをですね、使っていきたいと思うんですけども、これをですね、頭の側頭部ですね、側頭部1プッシュ2プッシュで、顔の周りですね、顔の周りもこうシューッとかけてください。まあ、全体的にかかってしまうんで、まあ、顔、体、頭の上からぐわーっとかけてもらっても全然問題ないんですけど、たっぷりかけていただくことによってですね、この血液循環が良くなっていきます。血液循環が良くなることによってですね、毛細血管が拡張していくことによってですね、筋肉が柔らかくなる、硬くなっている筋肉はですね、疲れている、使いすぎて疲れているっていうことと、まあ、筋肉の衰えとかもあるんですけども、まあ、血液の循環が良くなるとですね、まあ、筋肉はその従来の働きに、ね、戻りやすくなりますので、ぜひね、このスプレーをですね、試してほしいと思います。で、まずね、1つ目、この頭の上からいきましょうか。上から攻めていく感じでいきたいと思うんですけど、指をね、こんな感じでギュッとこう第一関節を第二関節を曲げるような感じですね。こんな感じで頭の側頭部にガシッと置いてください。で、頭洗う時とかでもね、こう指の腹でやられると思うんですけども、これを上下、はい、こういう感じですね。はい、これを20回いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、OK。 で、次でこう前後ですね。はい、これ20回いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。まず頭のこの側頭筋という筋肉をですね、上下と前後ですね、はい、これをですね、20回ずつこう指の腹をでガシッと押さえて揺らしてあげてください。揺らす、揺らすですね。まずこれが1つ目で、2つ目なんですけども、この咬筋という筋肉ですね、ここをしっかり押さえて柔らかくするという方法なんですけども、左の場合は右手の親指と人差し指を使ってですね、こうつまんであげてください。つまんで、これをですね、下から上に回す、はい、こんな感じですね。はい、これを20回いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。よろしいでしょうか。こういうつまんで回す、下から上に回していく方法ですね。はい、つまんで下から上に回す、はい、こちらも20回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18、19、20、はい、OK です。よろしいですか。はい、まあ、このね、2つの方法をお届けしたんですけども、最後に3つ目、この口の周りの筋肉、口輪筋っていう筋肉なんですけど、これがね、こう肩バランスが崩れてこう下がったり、僕は結構右が下がりやすいんで、右の方をですね、指2本でですね、このここですね、口角の下のこの筋肉、これをですね、斜め後ろにこう動かす感じ、こういう感じですね。はい、これを20回いきましょう。よーいスタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。はい、よろしいですか。でこれね、両方やってもらっても結構なんですけども、僕は特に右が下がってるんで、右の方を重点的にするために、右はさらに20回、左は10回ですね。あ、20回ですね。はい、いきますね。よーいスタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。はい、 OK です。はい、まあ、これをですね、まあ、3セットぐらい3セットぐらいしていただくとですね、この歯ぎしりをして、ここがですね、硬くなったり口が歪むっていう原因も解消していきますし、もっと根本的にこの頭の筋肉は触っていきますんで、口の歪みがね、改善しやすくなってきますんで、ぜひ一度ですね、頭、口筋という筋肉、口の周りですね、この3つをですね、試してみてください。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、まあ、そのポイントとしてですね、僕はですね、美しく老けていくためにはということでですね、これを最大のテーマとしてですね、掲げております。その中にもですね、血液循環というものを良くしていけば、美しく老けていくということでですね、あの動画配信してるんですけども、まあ、その中でですね、血液循環が良くなれば痛みが消えたりしびれが消えたり、血液循環が良くなればシミが消えたりシワが消えたりというですね、あなたのなりたい自分になっていただけるような配信をしております。またもう一つですね、僕が、注目しているのは楽しくできるというところなんですね。人間ですね、楽しくないと続けれないんですよ。特にセルフケアっていうのはですね、こう無理やりやってもですね、効果が出ないですし、楽しんでやっていただけるためにですね、毎日こう日々お届けしているんですけども、僕の動画はですね、簡単にできて誰にでもできて必ず効果が出て楽しくできる、このポイントでですね、お届けしているんで、もしよかったらね、他の動画も見ていただけたらと思います。はい、あとですね、こちらの炭酸生体スプレーもですね、たくさんの方がですね、使っていただいて、たくさんのね、コメントいただいて本当にありがとうございます。で、僕のですね、販売しているところでですね、アンジ久しからの直接購入と Amazon、Yahoo、楽天、あとメルカリもですね、販売してますんで、よかったらそちらの方からもですね、ご購入の方していただけたらと思います。またね、最近ね、偽サイトとかもね、現れているようなんで、僕が今お伝えしたところじゃないとですね、もしかしたらその海賊版であったりとかですね、不良品かもしれないんで、注意して購入してみてください。ではまた次回ですね、お会いしましょう。さようなら。